いくぞ、はい、クレイジーな、はい、おかしい、はい、そろわないそろわない番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。え、ケンジ、もう座りなよ。座ればいいよ。お前座っていい。お前も座っていい。なんか、これもう画素悪すぎて顔ぐちゃぐちゃになってないみんな。いや、なってますね。まだ見えない。しょうがない、しょうがない、うん、どうした今日、コメントの勢いがないけど。ないね、久しぶりなんだけど。もう帰ろうかな。みんなコメントあげてや。パチパチ少ないよ。俺が出たら来たよ来たよ、うん、あの、ゴーって出ないのっていうよりはあのそうですね、ゴー出たことあるまあ、ないですね。ないよ。ない、ない。入店さんいましたっけ。いなかったね。まあ、いないですね、うん、まあ、本当にあの怖いよ、まあ、ドロップとしての分かりやすさあるけどセーマを売り出したい、うん、これ出てるから、これうちのセーマが、うん、誰がさんまさんや絶対許さんぞセーマーさんまみたいな。俺名前少ない。スミソあるっすこれもう分かってる人だよ。ほら隣人からコメント。初回2円でいくらでもいいから早く来い。うん、まあ、とりあえず、うん、まあ、メンバーいいや。はい、ということで今週はドロップの回、はい、裏でね、うん、ジャーマネがお題出すんだよ。パパッと出さんの、ほら出さんて、ほらパパッとパパッとやらんて、ほらちょうだい。ほらもう、そういう起点悪いよ。起点聞かせていこう。なんかこう、練って練った企画なんか面白くないから今、おい、ボン、おいこそれさっきから言ってることだからダメ、やり直しだよなんだよ、今年やりたいことって。お前もう今年も終わるわ、うん、はい、はい、え、もうみんな知ってんじゃないの、これ PR セーマとジン君ですよ、うちのイケメン代表の。もう分かってる出たことみんなあるのかな。ない、ある、ある、嘘つけない、あるし。ただ本当セーマに関してはね、本当じゃあ映りまーす、はいって言って、うーんっつって、あのニコ泣いたチューって言ってた瞬間に黙るうわ、またそうやってうわ、またそうやって考えたお前、字汚ねえな。びっくりした真実。ライン、ね。最近女の子から来たびっくりしたライン。はい。あ、はい、え、それはあるわ。それある、それある。それさ、それ。え、それさ、言ってその子見ててさ、それを笑い話にしたらちょっと嫌なやつ。関係ねえし、今にこの前した。俺静岡のからさ来てないもん。マジか。俺結構過激なの。やれ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 。で、やろうよそれ。それ多分面白いと思う。あ、ピッピッポンして。あの、じゃあ、これ丸やって。あの。これね、みんな押してっから質問終わったら答えてっから、みんなも参加してさ、質問してきて。ちょっと楽しい質問ください。俺らもう答えてっから、どんどん。じゃあ誰から行こうか。誰か、今のお題で行くんでしょ。今のお題で行きましょう、ちょっと、うん、最近あったびっくりしたことでもいい。いやいや、LINE で行こうよ。LINE、そのさ、もう自分を守っていくような時代じゃないよ。いや、もう今はもう攻める時代から、ね、いや誰からでもいいんすか。誰からでも、今探すな。いやいや、え、よりすぐりのやつ出してえ、その、いや、分かる、俺もあるかもしれない。だんだんいいやつ。カメラ目線、カメラ目線。はい、そしたらね、まずは誰から行きましょう。すごいの来てる。いや、俺、いや、俺、それ笑い話できないよ。あ、じゃあ俺、結局は本当に LINE を女の子とあんまりこう交わさない。俺、本当に電話派だから。またまたじゃん。守り入って。いや、営業だったら携帯いじるよ。一番電話するじゃん。ピロピロピロ強いよ。鬼畜のごとく電話しますからね。でも、ほんとこれだけ言いたい。あのね、そんなびっくりするLINEなんかそうそう来ないぜ。いや俺らクレイジーグループ電話は嫌いとか来てますからね。俺来る、めっちゃ、うん、しないから大丈夫って。おっ、じゃあある人に言っていこうよ。ある人から、うん、はい、見つかった。最近で、マオあるな。最近でもいい。マオあるな、お前もう思い当たってんな、頭にあるな。それ言えない、言えない、言えない。
じゃあまあ、だって俺タイムラインに今日ニコ生って乗っけちゃったもんだって。え、でもほらほらクレイジーなのに煽り来とる。わ、俺そういう子もや。じゃあマオ、マオの最近来たラインで一番クレイジーなラインは、いやそれいらんやろ。いやちょっと待って、あのね、先日、まあまあ昨日か、昨日ね、昨日の話なんや。昨日なんで、だから言えねえんだよ。昨日、あ、そうだ、あ、じゃそうだ、それも言えない。ちょっと、ね、待って待って、言えない話が多すぎる。あ、じゃあもう、じゃあ、ジーから、ジーから、ジーから、いい？いいよ、いいよ、いいよ。多分したことないのかな、みんなは。まあ、一昨日ぐらいに起きたら、LINE が、LINE のスタンプが342件ぐらい来てたんですけど、まあ、みんなしたりしますか？ちょっとコメント欲しいですね。300何件？342、1人から342、多分起こすために。それすごいな。うん、いや今パンチ力に欠けるわ、今何か守ってるもん。でもすごい、守ってる。なんかその内容、俺さ、342件じゃなくて、俺電話150件来てたから。あの、名古屋の女からピー入れて、名古屋の女から150件来て、一回飛んだことあるもん、俺はさ。1週間いなかったことあるじゃん。いや、何年前だっけ、2年前ぐらいかな。でも、あ、ここでお祝いしたいかも、したら、逆に。じゃあ、その、この前、先日、メンタルすごいっつって、僕の5年間ぐらいの付き合いのあるお客様が、入籍しました。おめでとう。結婚おめでとう。結婚おめでとうございます。じゃあおめでとう。おめでとう。今びっくりしたやろ、今名前言うと思ったやろ。いやじゃあおめでとう。言うと思ったやろ、おめでとうございます。もともとね、僕のこと大好きだったと思うんですけど、やっぱりね、結婚してくれたっていうのはね、やっぱこっちとしては嬉しいことなんですよ。間違いない。自分のお客さんが結婚するっていうのはまだないと思う。いや、すみません、僕既婚者と子持ちいっぱいいるんですよ。そうそうじゃねえわ。俺も最近あった。結婚するっていうのはすごい嬉しいこと。お前もそんだけ喋りたいんだよ。座れって言ったよ。出たいでしょ。出たい。まあ、結婚したけどね、変わらずね、まあ来てくれるんですけど、やっぱ旦那さんも、はい、来ました、お金持ちでね、結婚してくれてね。飲んだ。ありがとうございます。おめでとうございます。いや、めでたいね。めでたい。だから結婚っていいなって改めて思ったよ、ね、素晴らしい。いや、素晴らしい。ホストが結婚したら微妙だけど、てかお前、出川、今日ね、出川が、でもてっちゃんはさ、てっちゃんじゃない、鉄郎は、鉄郎ない、お客さん結婚した経験あるの。鉄郎、すごい、ほんと3日前、見つかりそう。いや、ほんと、これガチ。いや、これほんとね、すぐ盛るやん。いや、ほんとに。すぐ盛るやん。いや、これガチいいんだったらいくらでもあるし。いや、ほんとに、いや、ガチで、ほんとに言われた。ちょっと待って、お前、うんこ漏らしてない。まだ。ちゃんと、タイミング。じゃあ、いきなりほんと大事な話があるみたいな感じ言われたら、そして、ほんとに、もっとホストじゃないからね、俺、現役だから、違うから。神薄い。お前髪薄いじゃねえボケ。お前炭酸シャンプー使ったんで、炭酸シャンプーを。毛穴やばいよ、毛穴を。鉄郎息臭そうで。うるせえ、お前ちゃんと歯磨いとるわ、お前。胃が臭っとんの。胃が臭っとるって。じゃあまずね、1個目、これコメントから。うん、きちんだね。結婚願望はあるのか。ああ。ポストはこっち、この俺らサイド、このメンツがあるまあ、結局はこう、お客さんが結婚するかどうかはさ、まあ、元よりもほら、こっちサイドじゃん。どう俺ね、結婚は今は結婚式をしてみたいけど、結婚するのはまだまだ先でいいかな。何歳、何歳です。まだ人なさそうだね。35ぐらいに。ただ多分俺、結婚はすることはないのかなって。ジンの場合なんか、今期はもう逃してそう。早めに結婚するか遅いかどっちかだろう。いや、俺まず種があるかないかもまだ明確じゃないじゃん。まだ種があるっては発覚してないっていうのが。セイバーは外人と結婚しそう。お前な、うんこ臭くね。お前うんこ臭だろ。お前前回からもらい続けたんやん。セイバーは俺ね、最近さ、営業後とかにさ、ちょっと話すんだけど、できなさそうなの。ただ、セイバーはこう本人的にはしたいのかしたくないのか。したいっすよ。したいっすよ。だってできないね。
だってこれ言わないと、だってこれから色かけてる意味なくなっちゃうから言っとかないと。あそうか、あでもいいよ、いいよ、こういうのが欲しかった、こういうの、あそう、それがクレイジーやから、ほらやっぱり新人が入ってもこんな感じだぞ。ジンと枕したいって、ジンと枕したいって。え、でも頼んでないけどいい。いい、ケンチとは、ケンチはケンチは宇宙人って、うっせえお前。胃が腐ったんじゃん、胃が腐って2番目ゲイみたいに。2番目と俺じゃあなんかさ、じゃ逆になんかもっとハードなやつください。ハードなやつ、ハードなのコメントしてくれたら答えるんで。つか、あのホストクラブ行ってる女の子って多分ホストって、うん、ホストクラブに俺らってもうホスト長いから、そのホストクラブじゃなきゃ結婚相手って見つけれないと思うの。確かに確かに。いや、もうその通りっすよ。多分ホストやめたら俺らって多分女からもさ全然興味持たれない生き物になっちゃうんだよ。だから今のうちにもう完全にもう仲直ししちゃってもう子供作った方がそれぐらいがちょうどいい。でもそれは笑えないですもん。笑えない話。全然笑えない。その話やめろって。その話した瞬間コメントがすげえ止まりました。マジ最低だ、コメント殺し。そうだね、仲ありらしいって優しい人ですよ。でもそうだと思う。俺らは奥さん見つけなきゃいけないんだから。風呂入って。だって俺それっすよ。だって東京歌舞伎町にホストしに来たのは婚活っすからね。婚活、婚活。真剣に仕事しようよ。真剣に仕事しようよ。で、静岡だって人いないんすもん。だけんあれだろ、だけんこっち出てきて、こっちで婚活やろ、はい、俺も中須賀それで出てきた。そうっすよね。でももう2年経ってね、俺結構時間が見つからんね。しょうもないのしかおらんな。スワローの集団。歌舞伎町綺麗な女たくさんいるからね。確かに、これね、でもね、387番のね、あ、7番目のコメントね、見かけ、歯綺麗になったなって、まだ僕ホワイトニング行ってないから、あの、写りの問題やし、泣いたら今日僕、差し歯1本取られてますからね、歯医者さんに。キラキラしてる、また言ってる。また言ってる、言うよ。マジでいてんだから今日。おなじみの自分アピール。いやー、すごい。じゃあいいよ、俺ら帰りますよ。いいよ、帰ります。もういいよ、お前らいてくれ、俺が帰るから。欲しかった、そういうの。欲しかった。同業行って自分の姫がいた時の反応は、みんなどうする？いいね、いいね、いいよ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 。このね、質問すごくいいね。すごい、すごい、おもろい。でも絶対一人あるよね、一回。あるあるある。あるあるある、俺ある。え、じゃあこれ誰、誰、誰、誰押す？誰押す？誰押す？はい、はい、じゃあ見かけ、見かけが。あの、僕つい先日ね、あ、もうこれ店名まで言っていいのかな？言っていい？まあ別に構わないね。あの、ビリオンジャップの、ラジオ、クラブラジオさんの連代表が、プレイヤーを上がるということで同業で行かせてもらったんですけど、その時に僕のお客さんいたんですけど、正直一回目があったけど見て見ぬふりをして、見かけなんで来てたのって言われたけど、あーいたんだって知らないふりしました。うわーやだやだ、守りに来てる、守りに来てる。うわー、いやそういうのいらない。だってそういうのいらないじゃない。でもこれさ、2パターンない。こっちがさ、おーって言えるときと女の子が隠れる場合はある、うん、あ、はい、いやでもその子の場合はがっつり俺のことがっつり見てて、目一回がっつりあったけど、知らないふりした、おしっこしたいふりしてトイレ行った。トイレ行った。ひどっ、ひどっ。え、ないの？マオとかありそうじゃん。俺ね、マオ、マオよく俺すぐ隠す、あると思うよ。すぐ隠す。だって多分この中で多分お客さんの数が一番多いのもマオじゃん。だからその確率が多いのもあるじゃん。早くこうやって。俺会ったことあるけど隠れられちゃうタイプだけど、まあまあいたら普通に席ついちゃうかも。それアウトだよ。みんなで。立てね、いや別にだって女の子は多分俺に気づいてるわけでしょ。多分担当さんも俺のお客さんって気づいてるわけですよ。そこに、そうです。でも俺はそこの店舗の社長さんを絶対に指名してるから、その新人ホストを指名されてても俺は負けない。え、ちょっと、いいですか、甘いっすよ。あ、じゃあ、そうそう、じゃあ、これが真央のやつね。はい、はい、あ、じゃあ、言いたかったら押してもらっていい？マジ甘いっす。みんな、お客さんが、お客さんだからいいじゃないですか。俺だって他店行っていたのセフレっすよ。俺店呼べてねえのに、俺のセフレ、他の店で金使ってるみたいな。いや、まあまあまあ、でもね、あるよ、そういうの。甘くないっすか？いろいろ味わってきた。あのね、ちょ、本当に今甘いもん。じゃあ、一回待って、ちょっと不安になってきたから、NG コメント入っちゃう。心理行きましょう。
C… 一回、一回 CM 行きましょう。じゃあ行こう、これ一回 CM 挟まないと挟もう。挟みましょう。じゃあ、ひどいこと言いましょう。いった CM でーす。いった CM でーす。賞金 80% バック入店祝い金高額式 BS グループ いいかお前ら、ここが、この場所がホスト界のど真ん中だ。はい、ありがとうございます。すげえ滑ったじゃん、ほんと。なんだもんね、ほら、ほんとにびっくりした。漁師の顔色だもん。顔色が漁師じゃん。顔色が漁師、さすがな臭いもん。俺と一緒にマグロを釣らねえか。そういうの言うけど面白くない。顔がクレイジーって書かれてる。うるせえお前、顔面前、うるせえ。親に謝れ、親に。人として、いや親にもう謝れ。セフレになっていいよ、いいよ、いいよ、いいよ。セフレになる、セフレになる。いや、リアルっぽいじゃん。リアル便器みたいな顔してる。うわ、マジ。わわわ、最近機嫌悪いから、機嫌悪いから。おはよう、みんな。おはよう。マジでアップきつい、きついって来てるよ。きついよ、俺もきついよ、ほんとに。で、なんか、で、結局、うん、途中ですよね。もう一回来たんだよ、一回来た。まあ、ホストクラブに自分のお客さんがいたら、他の他店にね、どうしますかって行くなって話を。結局セフレでセフレ、セフレ、ジンのセフレは、セフレは嫌だな俺。うわ、もうそういうとこだけ拾うもんね。何が何が、真央さん最悪。何がそういう、だって手振る。じゃあお前何度も役職漁師拾ってない。役職漁師で、うん、そうだよ。なんかぼちぼち、もう一個ちょっとどでかい質問ください。さあさ、おもろいの、もっと俺らがさ、もうどよめくような内容のさ、質問ちょうだい。俺ら答えるから、何でも答える。今日はもう何でも答える。ケンジ抱きたくなる。うっせえ、お前抱かねえわ、抱かねえわ。俺も俺ら待ってるから。ジン、なぜセフレイヤー。え、何カップ、何カップ。あ、それいいね。それ、それ聞きたいわ。何がそのこれ内勤だし。おい、うっせえ、お前内勤だよ、お前。ドロップ押したな。おい、547番、俺内勤だし。いや、一人のフェイスでドロップ押したなって笑って言えるよ。やばくない。マジひでえ。大嫌いなホスト、大嫌いの、ああそこ行く、内勤だよ。そういうことね。大嫌いなホストはってあったことは、他店のホストのことでしょ。他店ですか。え、他店のホストのことはあんまり悪く言うのはやめようぜ。いいんじゃん。いや、だめ。それはまずい。そうなの。俺だってどこのお店のホストよりも俺一番嫌いなのマオだもん。なんでだよ。え、俺も俺大好きな他店のホストさんは言えるよ、でも。ああ、みんないるんじゃん。いや、でも別に女の子が好きな人生イケメンなのないや。人生イケメンなのにイケメンとブサイクで両立してる。そうそう、両立してる。天秤にかけてみ、ちょうどいいから。こっちないから。そうそうそう。お、直樹さんとこお店行ってよ。俺直樹さんのことを兄貴って呼んでるから。はい、立花千咲。え、兄貴ってことはやっぱあれなんですか、その弟。結局はそのなんか長渕的な長渕その付き合い方としては、友人そのトンボみたいな。そのトンボ的なことなの。トンボですね、完全なトンボ。そのやっぱチャカだったり、チャカだったり、なんだったりな。これスレノーって言ってんすか。どういうこと今。おいいよ、いいよ。はい、600いったよ。いいよ。はい、ここから行くよ。顔でかい人わかんないけどね、うん、憧れてるホストはじゃなくて憧れる存在だから、全然俺らは別に憧れたりしない。なんかね、ホストね、憧れてる側になりたいよね。なんか憧れるよりも憧れるよりも憧れんね。うん、もう憧れてる。わかるわかる。ほら、いいか
感じ来たよ、真央くん。あ、なんでこっち出てない？なになに、直樹さんが兄貴なら真央くん指名していく。よっしゃ、よしおいでおいで。ありがとうございます。おい、でも、ちょうだい。でも前通り。でも、直樹さんにあの、一言言ってから来てね。うわあ、そういううまさいらないから内緒でおいで。内緒でシャンパン入れちゃいな。これもあれやん、リチギフ。リチギフ。シャンパン入れちゃいな、シャンパン。シャンパン。ただ他店のホストからマオがどう言われてるかって言ったら、ボロクソン、ケチョンケチョンに言われてる。ケチョンケチョンに言われてる。言わせときゃいいね、もう。言いたい人は。言いたい人は。大丈夫、大丈夫。どうした、質問が。質問、デニー聞かれたことある。それは誰でもあるよ。そんなのみんな書かれてるよ。みんな書かれてるよ。ケンジ、うせ。俺何も喋ってねえぞ今。うわ出たよまた。またケンジ、でも俺も出だした時顔がうるさいって言われた。セールの状況、穴があればいい。6回書くな。6回ってなんか意味深だぞ。お前638枚よ。6回っけ。6回。何の6回。分かんない、うるせえよ。6回。しつけえんだなお前。6回しつけえぞお前。6回です。ほら、まあ話すよね、変えてね。話変えていこう。ホストいつ辞めるの？これいいな。ああ、うん、これいい、これいい。これはね、これ俺も自分のことを考えてるけど、人のこと聞かないから、これ聞いてみたい。ああ、はいはいはい。なんか、じゃあケンジを俺最後に持ってきたい。じゃあまず、ヒガネさんから。ガチで答えろ、ガチで。年？え、これ、おふざけなしで答えていいの？おふざけなし？おふざけなしでいいでしょ。おふざけない。はい。あの、僕が、あの、この、まあ、ドロップをやめるときが僕、あの、水商売やめるときなんで、結局、やめれるとすると、まあ、僕と同じぐらい、なんていうのかな、あの、強いというか、まあ、ハートも全部。まあ、僕のコピーができたら、僕は上がってもいいと思ってるんで。は？なんかもう、なんかやろでも、これはガチだよ。いつでも上がってると思う。いや、そうだね。ただなんかね、今はまだ仕事も楽しいし、お酒も飲めますし、全然辞める気ゼロですけど。なんだそれ。なんかこういう空気になるんだったらこの質問やめようぜ。2代目トランプマンができたら辞めるってこと。できることないじゃん。ほら、ジン早く逃げんなよ。はい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 。何でホスト辞めるかって。俺まだ22だし、ホスト辞めるつもりないけど。あ、もう全然 OK だ。あ、これ押してからか。え、なんか別に辞めるつもりありません、ホストは。多分、なんか、なんやろう。ね。いいよ、指名できていいよ。なんやろうな。適当に。でもその辞めるタイミングなんて別に決まってないよね。体がぶっ壊れたらやめます、多分。賞味期限が過ぎたらみんなやめると思うよ。うん。そうね、2代目、真央さんになれたら俺はやめるな。賞味期限だってまだ全然バリバリだもん。いや、まあ、全然過ぎてる。今新鮮。あと2週間賞味期限ね。チーズやし納豆やし、いつでもいいもんね。最低だわ、マジで、ほんとに。いつでもいいもんね。賞味期限の条件。まあ、まずさ、枕で立たなくなったら終わりだよ、この人は。そうね。立たなくなったら終わりじゃない？あとあれだよね、あの、もうなんかもうチヤホヤされなくなったりとか、もう初回でもう写真指名が半年ないとか。そうだね。あ、もうそうなったらいろいろ考えちゃうよね。あと送り指名がなくてもメンタルいかれるわ。あ、でも送り指名なくてもナンパに転換するよね、最悪。いや、ほんと捕まればいいよ。捕まればいい。だって女の子なんて星の数ほどいて、男も星の数ほどいるんだから。店に来るのが女の子じゃないからね。外でもいますわ、女の子は。絶対一緒のやつだと思うんだよ。ケンジの悪口、ケンジの悪口ちょいちょい出てくる。どうやったら枕する？マオさん、どうやったら枕します？どうやったら、多分ね、あの、これみんな男そうだけど、まず汚らしい女、まず無理だ。あ、無理ね。うん。いや、ね、あの、今日もさ、初回で来てたんだけど、まあ、言っちゃっていいかな。あの、ね、ガムをくちゃくちゃ食って、あの、灰皿にそのままぶなげる女は無理。あーそれはあるよ。いやいや、もう見た瞬間思った。人としてのマナー。なんか、汚ね、普通に。やっぱ俺らってさ、ホストだからその時はいい顔するけど、やっぱ思ってるから。女のそれはダメ。わかったわかったわかった。褒めるなー。いや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 。
どうしたどうしたドロップ。ベズも良くない。どうしたどうした。いいんじゃないですか。そうそうそう、ガムぐらい許せよ。バカ野郎。俺らクレイジーグループじゃん。そうやん、実際なんか汚いのは嫌だよね。あとタバコ投げる女の子はもう嫌い俺は。タバコ投げる、そう、タバコを投げる子外で。あ、ダメダメダメ、うん、店の中が分かりやすい。あ、そうだ、店の中でこの子と枕したいって思うホストの条件は言った方がいいんだよ。あ、はいはい、それめっちゃ興味あるでしょ。あ、お店に来る女の子で枕したいなとかエッチしたいなって思えるような女の子、それ聞きたいでしょ。まあ、タイミング別にしてね、うん、そのルックスのことではないなけど、うん、普通にあこの子やりたいなとか女性として見れるなっていうのがね。ぽっちゃり、俺ぽっちゃり派。ぽっちゃりいいよ。俺ぽっちゃり派。ぽっちゃり。え、誰か細い派います。え、ガリガリ派。なんか枕したいって思う、それ外見じゃなく俺が思うのは、いろんなホストの話してる子は枕したくなくなっちゃう。はいはいはい、見かけ固まるなって、あ、ごめん、今完全に、いやいや固まるよ、完全にもう今見てる人になってたよ。リスナー危ねえ、よだれでちって。俺はぽっちゃりというかむっちりです。ああ、でもまあ、あのデブでもまあいいのかな、俺はデブでもだってしたことはある人もいるでしょ。お相撲さんぐらい。俺全然デブ、そのデブの基準がもうえ、お相撲さん。あれ、デブ筋肉やけど、ぽっちゃりとのどの程度って聞いたから、お相撲さんぐらい、お相撲さんぐらい。別にデブだろうが何だろうができるけどっていう話でしょ。そうね、何キロ。いや、女の人の体重聞かんけん分からんけど、いけるのやろ。見かけ動け、私はお前しか見てないから。働けね。外国人、俺は好きじゃないな。1分前じゃん。1分前来た。やばいやばいやばい。告知しないと、告知告知。はいはい、あ、ということでね、はい、あと1分、はい、じゃあドロップのお知らせ。ぽっちゃりいけるかな。あの初回の女の子に対しての得点をもう大幅につけまして。え、でもそれより枕のことばっか考えてるんですけど。嘘でしょ。今なんと飲み直しがこれ初回料金、初回料金含め、含め、含めです。飲み直しになると3000円、初回料金が9000円で結局飲み放題、はいはい、あ、飲み放題っていうか飲み直し料金、最低料金いけるんで、よかったらどしどし。え、安くね。安いよ。それ奇跡やな。奇跡、安い。でも、もうそういうのはいいけど、ちょっと、いや、ぽっちゃり。あ、ちんちん。ぽっちゃりじゃねえ、むっちりって言おうか。いや、むっちりだ、むっちり。むっちりの人来てください。ドロップの回は、再来週ということで、来週のミルクの回も見てください。ぶっている感覚に投げかけるすべもなく、たまり込んだ番組は、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。君がいる世界を。 Hey yo, everybody! この動画は、夜遊びを楽しくする目的で作られております。ホストクラブのお店探しなら Night 2。 総勢約1000人以上のホストたちとリアルタイムにネットで体感できる。もちろん全て無料でございます。見逃した放送はすべてこちら。パソコンはこちらをクリック、そしてスマートフォンは下の概要のリンクからチャンネル登録を今すぐ GO! チャンネル登録チェケラー。